を隠したまたやるという感じでございます。それから、ちょい前の朝ドラでも歌をご披露申し上げました、はいはい、青木美香子さんでございます。特別ゲスト、去年の年末公演の時と同じドレスなんですけど、ところがね、一人変わったことがありました。何が変わった？中のパニエをね、去年はミニスカートの時入れるの忘れて、うん、あ、本当にペタッとしてたんですけど、これが本来の姿、もう花びらより何でも浮かんでるなと思ってねそうでございますか。青木さんが朝ドラ出た時は何ていうタイトルやったかな、はい、お茶屋。お茶屋の時に、はい、あの時は、誰かの女優さんの横で歌ったんですね。誰かの井川遥香さん、何回聞いても忘れました井川遥香さんも綺麗かったんですよもう私は井川さんとこんな距離でね、見つめ合うシーンがあって、あまりにもね、眼光鋭かったし、美しすぎたから思わずこなしてしまったもう一回やり直しってなりましたけどね、はい、それではご挨拶代わりに1曲目、はい、明るい感じで、はい、私の青空でございます。ワン、アン、ツー、ワン、ツー、ワン、thank you.
はね、12月29日ですから、はい、ちょっと最初にこの12月29日にまつわるね、このあたりのお話をね、はい、私の幼い頃からね、それからそれが30年前から現在までいろいろ3つに分けて、もう壮大なるもんでございますよ、ね。本当にこの間私の40周年記念というのを、はい、石西シアターというところでやらせていただきまして、おかげさんでね、もう非常にね、もうお客さんからよかったよかったとかね、お疲れさん、お客さんからお疲れさんの言葉があったけどね、うち私の後ろの方からうちのメンバーから誰もなかったんですけどね。2、3人いたか。みんなそれどころやね、大変でしたけど、まあそういうことで青木さん、ちょっと次の歌の歌詞のお勉強しておいてください。今日もよろしくお願いいたします。青木美香子さんです。今はね、スーパーなんかでいろいろ買い物がで、私の子供の頃はやっぱりね、商店街で買い物をしておりました。で、私がたまたま今こういう格好をしてこういう鍵をしてますけど、元はといえばお坊ちゃま育ちでございます。もうお家の方は九州の博多ですけども、一応200坪ぐらいの敷地面積があって、で、建坪が75坪、2階建ての古い